はい、今日は、これからですね、ハメノイホテル板子というところへ向かっております。昔カンポの宿だったところです。そこがカメノイホテルというふうに、オーナーチェンジになったのだと思うんですが、ちょうど2010年くらいに、私2回ぐらい行っていまして、まあですからね、その後に行ってなければ13年ぶりではないかなというふうに思います。当時もランクル80で、ガソリンのね FZJ80 で行ったようですが、その後の記録を探せばもしかしたらあるかもしれない。もう1回ぐらい行っているような気がするんですが、ちょっとね、定かじゃなくて、ちょうど資料は、2010年に、夏に2回行っていたということで、で今回、2023年なので13年ぶりにまた行ってみようということになりました。はい、今日乗っていますのは HDJ81V ということで、ランクル80のオートマチックの、ね、前期のオートマチック車です。ですからね左足ラクラクなんですね。はい、ちょっとね足がしびれていても運転ができますし、とてもね運転しやすいです。最近はちょっとマニュアル車の方はね、乗っていません。まあ軽トラはマニュアルですが、積載車もマニュアルですが、まあそれは仕方ないんで乗っていますが、遊びに乗るのはオートマ車ばかりに、ね、なってきてしまってます。ジムニーも、なのでオートマをあえてね探して、購入しました。今408号線を向かって走っております。408号線を走っております。今ねゆっくり向かって、ゆっくり向かって、チェックインして風呂入って夕飯食べて酒を飲んで、酒を飲みまして、でまた朝ご飯を食べて朝風呂入って、家に帰ると、ただそれだけでございます。茨城県民なので別に茨城県をね、観光しようとも思わないですし、うちからちょうど下道でもどんぐらいだろう、1時間かかんないぐらいで行けると思うんですけど、まあ、40分ぐらいかな、近い、つくば市から行くとね、まあそんな感じです。そんな遠くないので、ちょこっと行くのにいいかなと思って、予約しました。本当は、袋田方面行きたかったんですが、今日の予約が急遽探してじゃらんと探していたら取れなくて、じゃあもうちょっと海側とかだったらあるのかななんて見てみたら、ありましたんでね、早速、予約した、前日に予約した感じでございます。はい、今ちょうど正直町あたりまで、来ました。このままねまっすぐちょっと進んでいこうと思いますが、ランクル80オートマチック、なかなかねいいものではございます。実は1年以上これオイル交換していません。6000キロ走っているんで、そろそろ交換しようかなと思っていますが、買い物車なのとあんまり乗っていないのと、丸山モリブデン1本入れてあるんで、オイルの劣化具合を見るのにあえてやって交換していません。6000キロぐらい、本当はね半年1回ぐらいがいいんではないかっていう推奨値がありますが、まあ別にね乗ってないんなら別に大丈夫でしょうみたいな感じでね、はい、交換していません。裏から来たねすごいねこれね、このふざけたルート、どこだ、カメノイホテル、あこれか、いい、目的地付近です。こっち、カメノイホテル板子到着いたしました。いるんだね。
全然40分過ぎてないんじゃないの。でも1時間ぐらいでしょ。わざと遠回りもしたし。